ウィレムルスカは、オランダの柔道家、プロレスラー。アムステルダム生まれ。1972年ミュンヘンオリンピック柔道男子、無差別級、重量級金メダリスト。オリンピック同一大会で2階級を制覇した唯一の柔道家。身長190センチメートル、体重110キログラム。英語読みで、ウィリアムルスカ、または、ウィリエムルスカとも表記された。 柔道現役時代からプロレス参戦の間のみならずトレーニングを怠らなかったため50歳代で再びリングに立った際にも往年の肉体を維持していた典型的な北欧人形室で調子に薄いプラチナブロンド透けるような白い肌で熱戦になると白人独特の赤い肌になったためにマスコミからオランダの赤鬼などと称されたがこれは日本国内だけである ニックネームは、ビムルスカ。10代で入隊したオランダ海軍水兵の時代に、柔道と出会い20歳で、選手キャリアをスタート。その後日本に渡り日本人師範に支持した。1960年代半ばには、オランダ国内で早くも、東京オリンピック優勝のアントン・ヘイシンクと渡り合う、競合選手にまで成長した。また、いわゆるナチュラルパワーの持ち主で、 重量級選手としては特に大型ではない、標準的な体育にもかかわらず、科学的検査の結果、隠し体力、運動能力指標でズバ抜けた数値を記録している。1972年、全出場選手のうち180センチメートル台は、わずか数人という大型選手目次郎氏の、ミュンヘンオリンピック大会で、重量級、無差別級と挑み双方で、金メダルを獲得した。 無差別級では3回戦で、ソ連のビタリー・クズネツォフに技ありで敗れたものの、敗者復活戦を勝ち上がり、決勝でクズネツォフへのリベンジを果たしている。なお、1984年ロサンゼルスオリンピックを最後に無差別級は廃止また、出場階級の重複も認められなくなった。試合スタイルとしては、いわゆるポイント優先ではなく、 正面から一本を取りに行くスタイルだった。柔道現役引退後、青少年相手の柔道師範などを経て、プロ格闘家へ転向して新日本プロレスに参戦。1976年2月6日、日本武道館において、格闘技世界一決定戦と銘打ち、アントニオ猪木とのプロレス対柔道の異種格闘技戦を行う。チョキを追い込むも、バックドロップ連発で、 セコンドのクリス・ドールマンがタオルを投入し、TKO 負けを喫した。その後もプロレスラーとして新日本プロレスへの出場を続け、アンドレザ・ジャイアント、タイガー・ジェット・シン、スタン・ハンセン、ボブ・バック・ランド、ハルカ・ホーガンなど、当時の新日本のトップ外国人ともタッグマッチで対戦したが、プロレスに対しての適応力が弱く、定着するには至らなかった。長いブランクの後、 1994年9月23日に横浜アリーナにおいてチョキと再戦。鍛え上げられた肉体を披露するもチョークスリーパーで敗退している。同年には新日本プロレスの内部グループである平成維新軍の興行に参加し、後藤達都市を裸絞りで下した。後にプロレス界の決まり事を暴露したミスター高橋が著作の中でルスカを 自分が見てきた中で最も強い男と述べている。ただし、ルスカ自身は、観客を相手にアピールするプロレス的センスが、乏しく、また相手の話をよく、聞く、反面、簡単に負け役を飲んでしまう、と、自己主張の弱いところがあり、それが原因で、プロレスラーとしては耐性しなかったとも分析されている。なお、ミスター高橋は一連の石格闘技戦も、 勝敗の決まったプロレスであったと証言している。2001年に沖合のヨットで脳出血を起こし、処置に時間がかかったために言語障害と体の麻痺が残った。14年間の車椅子生活を送り、2015年2月14日に死去した。74歳没。ありがとうございます。